こんにちは。安村昭夫、某小売店に勤めております。あれですね、セカンドインパクトシステムですね。はい、例えばスーパーなどに行った時に98円とか198円とか1の位が8になっている価格表記をよく見ませんか。あの価格設定を最初に考えたのが私なんです。はい、売価100円の商品なら98円に、売価200円の商品なら198円に、たった2円の値引きでも随分と安く感じませんか。利益を損なうことなく、いかに消費者からぼったくるか、いや失礼、いかに購入していただけるのか、それを試行錯誤した結果、セカンドインパクトシステムは誕生したんです。いえ違います。例えばゾウさん、ゾウさん、お鼻が長いのね、ということわざがありますよね。これはゾウさんを2回繰り返していますよね。それと一緒です。そうですね。まあ業界人でなければ理解するのは少し難しいかもしれません。そうですね、人の心理にうまく訴えかけるテクニック、それがセカンドインパクトシステムというふうに認識していただければと思います。はい、最初に私がセカンドインパクトシステムを考案したとき、小売業界から多くの批判が寄せられました。そりゃそうです。1円でも多く客からぼったくる、いや失礼、1円でも多く売り上げを作るのが小売業界の目的です。むやみにマイナス2円値引きすることが許されるはずがない。しかし荒れる業界の連中に向けて私はこういうメッセージを送ったんです。おう、パッキャマラード、パッキャマラード、パオパオ、パッパッパオ、パッキャマラード、パッキャマラード、パオパオ、朝食は絶対に抜くな。せめてバナナ1本でも食っていけ、という意味です。はい、たとえバナナ1本でも食うのと食わないのとでは大違いです。つまりそれはたった2円の値引きでもあるのとないのとでは大違いだということ。お客様のために小さな工夫を積み重ねていく、それが大切なことなんだと私は言いたかったんです。その結果、セカンドインパクトシステムは多くの小売店で採用されることとなりました。はい、早く今の仕事を辞めたい。だってブラックなんだもん。ありがとうございました。